こんにちは、橋渡しです、今日はなんと橋渡し史上初めて J リーグのクラブチームに今回ロケさせていただいてます。場所が今回あの橋本さんの一番最初のデビューチームであるガンバのパナソニックスタジアム。ここですよね、橋本さん引退試合。そうです、ここで引退試合やるんですが、まあそれに向けてちょっと中を見させてもらうっていうことで、今回スタジアム運営というか関わってる方に来ていただいてるのか。じゃあカラスさん、こんにちは。カラスさんは僕がいた頃はマネージャーで一番最初ね、引退した時マネージャーでいてくれて、でその後いろいろな部署を学んで今回ちょっとスタジアムの中を教えてもらうことになりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ガンバ側のホームの、おお、ロッカールームですか。このなんかライトアップの感じの違いの、おお、かっこいいね。こんな俺らの時になかったからね。今はこういう感じで、どちらか明るい空間で見えるような。でこっちにもこう治療ベッドが綺麗に等間隔に並んでて、こちら側はトイレと。シャワーですけど、ここのね、感じも全然違う。で一番奥までってことですか、ね、一番奥まで。お、何があるんだろう、何があるんだろう、何があるんだろう。これがね、シャワーだけではなく、お風呂があるんです。お風呂の空間がこちらには、まあ、これなぜ2つあるかといったら、交代浴をしたり、温度を変えたりとか。試合のハーフタイムでたまに浴びる人がいるときにここに水を溜めて氷入れてすぐ体を冷やせるようにしたりとか。でここをやります。開けていいですか。こういう感じ。しかも下にね、フラッシュ、はい、かき氷が作れる。でここ押したらかき氷になる。フラッシュメスはこういう感じかなと思ってると。大きな氷はゴツゴツしてアイシングとか少ししっかりフィットしないんで、どうしても四角でこう当てると間があるけど、こういうクラッシュにするとスッといける。アウェイとホームでロッカーが違うんです。こういう形で、ね、もう早速ねこういうホワイトボードがあるんですよね。でこのままこっちにこういうふうに分けられてて、ちなみに私は SC 今治の時に U23 ガンバ大阪と試合やった時は僕はこっちの方から来させてもらいました。でここが成立する。ここからみんなここでスパイクのチェックしたり、ね、レガース足裏のポイントのチェックしたりっていうのをして、ここから行くっていう形ですね。ウォーミングアップ場がすぐ横に人工芝で、ピッチにはすぐ入れないんですよ。こういう感じでストレッチしたり、グラウンドで動ける時間が15分とか決まってるから、はい、もうボールのウォーミングアップとかも、うん、そういうのでこっちで準備して、ピッチ入ってからピッチコンディションに合わせてトレーニングをするっていうような流れで組まれてます。スタジアムでは大きく放送するところが2つありまして、1つはテレビ向けの放送室、うん、いつも橋本さんとかアナウンサーが喋るところっていうのは、正面のメインスタンドになるんですけども、上の方ね、はい、こちらは競技場の中の大型ビジョンを放送する場所になりますので、場内放送室、場内放送室入っていただきましょう。はい、じゃあどうぞ。すごい画面だらけ、ね、こっちやね。ここに並んでるのが、ピッチの LED の、広告を動かすコンピューター、それからこの辺りは、得点、それからメンバーを表示したりする、それに、動画の中で、あるものを
編集をしたりして流していきます。で最後に一番左側の方は、リプレイっていうんですかね、はい、あの映像を貯めてここで巻き戻したりっていうのを、これらをここで編集したものを向こうに流して、でここでスイッチングっていうんですか、うん、何番目と切り替えるっていうのがここで、もう椅子の数だけ人が座ってる、はい、すごい人数いるよね、ここ。すごい人数、お客さんに楽しんでもらう、そういう、スペース部屋になってます、うん、でこれが、45分計っていうんですかね、アナログなんですが、ポチンと押したら場内の時計が動いて、おこれ専用のこのこんな機械も、このまま歩いていくとここですよね、カラスさん、はい、DJ の人たちが座ってるゴールとか言ってくれる、うんうん、でそう言った瞬間に、ね、ここのねゴールボタンっていうのを押すと、うん、おこれを押すと場内のビジョンとか、それから下の LED とかに一斉にゴールっていうのが流れる。へえ、それは知らなかった。でこっちのもう一つ面白いところは、まあ、あの試合の時にスタジオがね、スタジアムの中に建設されてます。そう、ここで俺らは試合前のヒートアップタイムっていうので、ここで OB 選手が来て、はい、池田さんが MC とここで喋るっていうのがここでやる。ここの空間で、まあこれちょっともうちょっとね、ボードもあって、あ、本当だ、ボードある。セッティングされてっていう状態だけど、今はちょっと使ってる時間じゃないんで。そしてこの左手がね、はい、毎日高校生の時に。そうですよ、ね。ここはね、めちゃめちゃいいなと思って。中3の時とかもここで練習したし、はい、ここは俺、14年プラス1年か、練習しましたね。うん、この辺りのところが、スタジアムの VIP のフロア、約2000席あるんですけども、VIP、個室が約30部屋と、それからラウンジが8つほどありまして、まあ、1つずつがお客様が楽しんでいただけるような、部屋の作りになっておりますので、ちょっと1つ入ってみましょうか。おお、はい、どうぞ。パナソニックですか。あ、本当だ。パナソニックですか。そらそら、パナソニックスタジオするんじゃないですか。合金でできたスタジオが、から外に出て見れるの。こんな感じで VIP の人らはここからちょっと上から見るような感じですよね。VIPのところは椅子がお尻にクッションがついていて、横の肘掛けに飲み物が置けるここね、はい、ゆったりと座れて楽しんでいただけるような作りになっている。スタジアム全体、前の人の頭でピッチが見えにくくならないように少しずつ角度を変えてお客様に楽しんでいただけるようになっています。橋本さんってスタジアムの内部って、はい、来られることあるんですか。来ることはね、ちょっと最近増えてるんですよね、うんうん、ただでも VIP のこの中は僕正直試合やってる時に来たことはないです。どんな食事を食べてとか、その雰囲気だけは知ってるけど実際は知らないです。うん、でここが、はい、ここが VIP のラウンジになってます。広く、まあ、あの70メーターぐらいありますけれども、場所としては3つに分かれてまして、真ん中に壁が出てきてこう仕切れたりだとか、こういったところの個室ではなく、まあ、広い空間で、2人4人で来ていただき、いろんな方々と交流できるように、デザインされたというふうに聞いてます。いきますか。これが VIP の専用のエレベーターです。カンボのエンブレムが、はい、でも踏まれるところにあるからな、うん、そうですねショップの今、はい、右手の奥の方にミュージアムがあります。よいしょ。ここに来て、ここはね、ガンバの歴史。僕もここ見てください。キーパーからスタートですけどね。
昔いた選手たちが J リーグが始まって30年前から。あでね、これ来た人はね、みんなサインしてるんですよ、サインしてるんですよ。見てください、片野坂さん。おお、あのちょうど入団した時の写真になるので、うん、まあ、あの見てください、この顔、この表情。ふたさん、ふたさん怒ってるんかなっていう目つきで若かりし頃のね、ふたがわ選手。あ、同期はね、ここにも稲本さん、稲がジュニアエースから一緒の同期で、で、また同級生、見てくださいこの髪型、なかなか見たことのない、やっとっす。で、予約来ました。お、私です。なかなか凛々しいですね、髭がなくてね、若いな。これが自分ですね。で、たかし、宇佐美たかし、今7番つけましたよね、ですね。で、ユニフォームは数々のユニフォームが並んでて、見てください、お、僕のユニフォームがいいって言われて、あ、いいですよ、飾ってもらえるなっていうことで、1枚ここに。これはですか、 ACL 用ですよね、多分。そうですね、 ACL のんですけど、はい、ちょっとね、袖を見ていただいたら、はい、 FIFA クラブワールドカップのユニフォームですね。マッチェスターユナイテッド、クリスチャン・ロナウドと戦った時のユニフォームです、はい、そうです。僕はウェールズ代表のギブスと交換させてもらいましたね、はい。ガンバのグッズでおすすめの商品ってあります？あ、こちらのポテトチップスになります、うん、ポテトチップス、はい、あ、選手シールがついてるんですか？こちらに、あ、24種類、はい、これが何が当たるかわからない、わからないということですね。ポテトチップス、G マーク入ってね、多い時で1500個もいる1500個出るポテトチップス。これだから、ありがとうサッカーチップス、ぜひ。ようやくこれ何サイズか、 M か、それ、そうですね、ちょっと大きめなんです。あ、大きそうです、結構ゆったりしてます。あ、でも生地良かった、結構いい生地、いい生地感。ここのショップでも売るんじゃないかなと思うんで、まあ他にもちょっと特設で出すと思いますけど。一応今から記者会見室に入っていきたいと思います。こういう形ですね、記者会見室って、僕が引退試合の前にここで引退会見をさせてもらったので、その時ここからちょっと入らせていただくような感じでして、こう入らせてもらいました。で、こう入ると、そうです、ここに席があって、こっちに記者さんがいてくれたんですよね、前の時は。ここの壇上に出会って、こう挨拶して座って喋るという形で、あと新体制発表会、はい、そうですね、その時も、そうです、僕はここでそっち側に立って、はい、やらせてもらいましたっていう、ここはそういう場所です。なので引退試合の時もここで話させてもらうっていうような流れになってます、はい、という感じでスタジアムツアーは終わりになるんですが、まあ、あの引退試合に見に来ていただいた時は、こういうところでみんなが準備してピッチでみんなが活躍するっていうことを来てもらえたら嬉しいです。